イギリス議会の議場である、ウェストミンスター宮殿ウェストミンスターシステムとは、イギリスにおける制度を反とする、議員内閣制のモデルである。イギリスで形成された多数決主義的議会制、民主主義を指す概念である。その定義は一つに定まってはいないが、1688年の名誉革命から第二次世界大戦後までの、イギリスの長い議会政治の伝統の中で、 培われてきた制度や観光の特徴を指すものと理解することができる。ディビット・リチャーズとマーティン・スミスは、ウェストミンスター・システムの主要な性格として、議会試験、自由で公正な選挙を通じた、説明責任、多数等による行政府のコントロール、強い内閣、大臣責任性、官僚の無党派性の6点を挙げた。また、議論の文脈や比較対象によって、 特定の側面に着目したいくつかの定義に分かれる。ウェストミンスターシステムは現在まで一貫して採用され続けている議員内閣制モデルとしては最古のものである。イギリスの議会政治の中で発展し、カナダやオーストラリアの帝国植民地に普及したほか、日本の県政の上道など世界各国に影響を与えていった。イギリスにおいて、 議員内閣制が成立したのは18世紀初頭であるとされる。19世紀に入ると保守党と自由党による二大政党制が形成され、小選挙区制が整備された。また、首相が実質的な庶民院の解散権を持つようになったのもこの頃である。その後、1911年、1949年の議会法改正を通じて、貴族院に対する 庶民員の優位が確立した。第二次世界大戦後は保守党と労働党によるに大政党制が確立し、ウェストミンスターシステムは安定期を迎えた。このような長期にわたる過程を経て徐々に要素を備え、形作られていったため常に未完のものであるという見方もできる。ウェストミンスターシステムの特徴はイギリス連邦諸国へと輸出された。また、アジアやアフリカ、 カリブ海の旧イギリス植民地が独立する際にも多く採用された。現在、ウェストミンスターシステムと呼べる政治制度を持っている国としては、イギリスのほかオーストラリア、カナダ、インドなどがある。また、レープハルトは、現在もイギリスの制度の影響を強く保持している国として、バルバドスを挙げている。 過去にウェストミンスターシステムを採用していたが、現在は異なる特徴を持つ国も存在する。ニュージーランドは1996年の選挙から比例代表制を導入し、ウェストミンスターシステムとは言い難くなった。その他、南アフリカ共和国、旧ローデシア共和国、ナイジェリアなどでも例が見られた。また、イギリスにおいても、首相の会会3時期決定権が制限されるなど、 制度の変容が見られる日本では完全なウェストミンスターシステムといえる制度は存在したことがないが、その概念は対象デモクラシー期に始まる県政の上道に大きな影響を与えたとされる。また1994年の小選挙区比例代表並立制導入の際にもイギリスの二大政党制を手本とする議論が多く見られた。一方で、 過剰な数値目標を伴うマニフェストを作成する、政党が現れるなど、ウェストミンスターシステムへの誤解や行き過ぎも見られた。A.B. リチャーズ、デビット、スミス、マーチン、ガバナンス、アンドパブリックポリシーインザ・ユナイテッド・キングダム、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス・ハット A.B. ボリ、マサヒロ、ウェストミンスターモデルの変容法律文化者、2012年。A.B.C., アレンド・レプハルト、 カスヤユコ役、民主主義対民主主義系争処方、2005年。ありがとうございます。